ちは、松田修造の彼知ってますです。今日のこれ知ってますはですね、意外に皆さん、ご存じない方も多いかもしれませんが、紙について、お話したい。紙のサイズ、A 版、B 版とかコピーされる方は分かると思いますが、A3 とか A4、それから B3 とか B4、B5 サイズとかあるんですけど、どう違うねんと思われたことないですか？まあ、逆にそんな考えたこともないっていう方も多いかもしれないですけど、例えばこれ、A4 サイズです、今持ってるのは。これを2つに折ると A5 サイズになります。わかりますかね？ということは、まあ、A4 が、2枚あるとこれ A3 サイズ、 A3 が2枚あると A2 サイズということで、まあ、A1、A0 っていう紙の大きさから半分ずつ折っていくと、縮小されていくんです。この A 版、B 版というのはどう違うのかということで、お話したいと思うんですけども、この A 版っていうのはですね、実際、まあ、これはもう世界的に通用するサイズのことになるんですけど、まあ、国際規格、まあ、元はこのドイツの方で、規格が、採用されたというのは、まあ、これが A 版というのが世界サイズという、世界標準の、サイズになりますので、どこでも通用するかと思いますが、この B 版っていうのは日本だけの、日本古来のですね、サイズでして、まあ、ちょっと昔に江戸時代にこういう流通者美濃和紙さんっていうところからの由来があるんですけど、まあ、日本の独特なその何ていうんですか、少し小さくして、ね、とこどこかを取ろうということなんでしょうか。まあ、A4 より少し小さいのが B5 であったり、 A3 より少し小さいのが B4 であったりということで、この A 版というのは国際サイズなんですけども、この B 版 B 列というのは日本国産の美濃和紙から来ているということで、A と B と、日本では、分かれているそうです。松尾修造のこれ知ってます、今日は紙の A 列、A 版、B 列、B 版、紙のサイズについてお話しさせていただきました。松尾修造のこれ知ってますでした。ありがとうございました。失礼します。